小泉正康、小泉正康から1917年10月23日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。水戸藩士、小泉正成の長男として生まれる。警視庁巡査を経て、1875年12月、陸軍主管学校に入学。1877年3月、政党軍団付けとなり西南戦争に出征。 少尉司法を経て、1877年7月、不評少尉に任官し、同年12月、陸士を卒業した。1878年1月、この F 不評第一連帯付となり、参謀本部出資、新国左検、安南出張、新国公使官付不評第一連帯中隊長などを歴任。1889年10月、と田平に発令され、 トンデン兵参謀、トンデン不評第四大,大隊長、根室大体育司令官、根室連体育司令官を歴任し、1 8 9六年五月、不評中佐に昇進した。1 8 9七年十月、不評第十連隊長に就任し、同年十二月、不評大佐に進級。第五師団参謀長、第七師団参謀長を歴任し、一九百三年七月、 陸軍少将に昇進し不評、第24旅団長に就任。日露戦争に出征し、両洋海戦、佐賀海戦に参戦。旅順後為戦後、第3軍参謀長に移動するが、1905年1月、移動中の事故により、重傷を負い、松永正俊少将に職が引き継がれた。1906年2月、不評第6旅団長に就任し、 台湾第一守備隊司令官を経て、1910年8月、陸軍中将に進み、第十師団長に親保された。ついで、第八師団長に転じ、1914年5月に、対面、同年8月、予備役に編入となった。ありがとうございます。